い、皆さん9月生まれの友達おめでとうございます。皆さん、人のお話を聞くときはどうするんですか？ちゃんとできてますか？まだおしゃべり声が聞こえるんだけどな。あ、見てごらん、年長さん。年長さんのこと見てごらん。誰もおしゃべりしてないよ。で、かっこいい体操座りだね。すっごい素敵だと思わない？年中さん見てて。すごい素敵だよね。年中さんもできるかな？体操座りで。まだおしゃべり声聞こえる？年中さんから。おしゃべりしないで聞こえるかな？あー、年中さんもできた。すごいかっこいいな、年中さんも。年少さんも頑張って真似してみてくださいね。年中さん、年長さん、すごくかっこいいです。こういうような格好でおしゃべりしないでお話聞くんだよね。自分がお話ししてる時に相手が、人が全然関係ないおしゃべりをしてたら嫌でしょ？嫌だよね。だから人のお話を聞く時にはちゃんと口をつぶって、で、よくお話を聞くようにしましょう。さて、皆さん、5月ももうすぐ終わりの季節になってきました。昨日はお天気何でしたか？雨。今日は？雨。そうですね。昨日はすごい雨が降ったよね。でも今日はすごくいいお天気です。これから季節がだんだん変わっていきます。日本という国では次に何が来る？季節。そう、夏が来るね。夏が来る前に雨がいっぱい降ります。その時期を梅雨と言います。で、昨日も今日もそして明日、気温が全然違うんだよ。昨日は涼しかった。今日はちょうどいいかもしれない。明日はすごく暑くなるそうです。そうするとどうですか？体まいっちゃいませんか？疲れちゃうよね。汗いっぱいかくと熱中症になっちゃったりします。さて、そういうのにならないために大切なことがあるんです。3つあるんです。年長さん、わかるかな？いくよ、ピンポン、大当たりです。いい？もう一回みんなで言うよ。早寝、早起き、朝ごはん。これが体の調子を整えてみんなを元気にしてくれるそうです。もう一回言ってみる？今度は大きな声で言ってみてください。いくよ。せーの！早寝、早起き、朝ごはん。そうです。で、この3つ。みんな守れるかな？ね、いつまでも夜起きてないで早く寝てください。それから朝ですよって言われたらパッと起きてください。そしてもりもりと朝ごはん食べてきてください。そうするとこれから雨が降っても暑い日になってもみんな丈夫な体で大丈夫です。はい、じゃあね、5月生まれのお友達も大丈夫？早寝早起き朝ごはんだよ。じゃあこの3つ守って元気いっぱいに夏を迎えましょう。園長先生の話終わりです。